えー、次はですね、えっと、三好さんが、えー、提供してくれた事例なんですが、すごくね、あのー、励まされる事例だっていうか、まあこれね、えっ、ー、と、地域、なんて言うのかわかんないですけど、人口1786人と、証券の人口は2万人程度っていうことで、やっぱりまあ、なんかね、やっぱり私たちがずっとやっててぶち当たるのが、でも私のビジネスは違うとか、それはもうなんか東京とか人がたくさんいるとかできるでしょとかっておっしゃってくれる方たくさんいるんですけれども、やっぱりどこでも関係ない。 もちろん完全に一緒っていうわけにはいかないけれども、えー、売るのは同じ人なので、やり方次第っていうところなんですけど、今回はそういう小さな、あ証券でやっていたと。えー、しかも、えっ、ー、と、どん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 、まあ売り上げが下がっていって、まあちょっとやばいと。50万円まで売り上げが、あ下がっていた。しかも、やっぱりちょっとリピート率も低かったっていうところで、ちょっと、ああなんでしょうね。まあそろそろなんとかしないとやばいっていう状況に、えー、なりましたと。 おいうところですね。で、今回ですね、まあ、やったことが、えっと、まあ、値上げなのかな確か値上げでしたよね。そうですね。えー、値上げをして回数券を用意したと。もともと回数券なかったのかなうん。です。で、えー、まあ、一発の、一回の設置料金を2000円でやってたものを、まあ、倍、一回の設置単価は4500円まで上げたってことで、まあ、すごい、 かなり恐怖なんですけど、これ本当に覚えておいてください。お客さんは値段で買ってるわけじゃない。というより、ある意味、 ある値段まではあんまり一緒だっていうところ。というような、まあ、これ皆さんも今まで聞いたけど、前ちょっとお話したことあるんですけど、まあ、4000とか5000円までやったら2000円でも同じだというかね。なんかそんなことをおっしゃってました。なので、こう、ただ6000、7000になってくるとちょっと価格の感度が違うよっていうふうにして、こう、なんか、この商品やったら大体このぐらいだろうっていう、こう、レンジというか幅があって、その中だったら4000だろうが2000円だろうが、あまり関係ないっていうことも一つ、まあ、これでわかりますよね。だって倍ですからね。 回数券でやったとしても2000円に対して3500円ですから1.7倍ぐらいですよね。値段上がっている。だからこれ、でもそんな値段上がったからって先生の技術が急に上がるわけじゃもちろんないですね。そんなのお客さんもわかってるわけです。なのでちょっと覚えておくとしいのがやっぱりビジネスに値段は大きな影響を与えます。安く売れば売るほどあなたのビジネスは大変になるかもしれない。まあ売りやすくなるかもしれないけど、でも値段によって売りやすが変わらないんだったら一番高い値段で売った方があなたのビジネスで楽になりますよね。 ちょっといいか質問を変えると、4000円で売ろうが2000円で売ろうが集客数が変わらない、集客コストが変わらないんだったら、あなたはどっちで売りますか ?4000 円で売りますか ?2000 円で売りますか当然4000円で売った方ができること、利益も大きくなるし、あなたができる、投資できるお金も増えていきます。っていうふうに、ちょっとですね、ビジネスによって値段は重要です。値段のテスト、僕らもしょっちゅうしょっちゅうしますが、値段は超重要です。えー、集客数が減らないんであれば、同じ値段で集客数、値段がによって、 集客数が減らないんであれば、高ければ高いほどあなたのビジネスは楽になるっていうことは、ぜひ覚えておいてください。で、その時にですね、やっぱり、まあ、この反応予想をくところで2つのことがわかるんですけれども、実は、リピートしてほしければ、使ってほしければ、高く売るべきなんです。っていうのは、あなたの商品考えてる、100円ショップで買った商品って、 大切に扱ってますか逆に、例えばボールペン、100円ショップで買ったボールペン、もうどうでもいいと。つかなくても気にもならないし、すぐゴミ箱っぽい。でももし、コンビニで300円とか400円とかで買ったボールペン、つかなかったら、ちょっとやばい。で、しかもインクを変えてみないとか、<laughs> 大切に使わないですかけど、機能は実は一緒なんですよ。同じボールペンです。ですよね。 えー、なのであの、例えば私なんかは、あのまあ、やっぱり仕事上綺麗な靴を履くっていうのはすごく大事で、相手にちょっと印象というかですね、こう汚靴が汚いのとやっぱ足元見られるっていうかね、えー、ネガティブな結果があるんで、えー、でも面倒くさいじゃないですか、やっぱ足から遠いし、で靴汚い場所ですしね、えー。なんで、でも本当にこない面白いことがあって、前まではこう安,安いって言っても,まあでも結構それなりの金額のね、2万円、3万円とかあの買ってたんですけど、まあ、雑に扱うなと。 10万円のやつ買ったら雑に扱わなくなるんじゃないだろうかと思ったらですね、やっぱり雑に扱わなくなりましたね。<laughs> あの家に帰って、あの靴ってこの先の方がシワシワになるんですけど、あれってなんかね、木のなんかを入れるっての毎日伸ばすとシワシワにならないというのがあって、そんなのでも2万3万の時はしなかったと知ってても、 けど、そう、やっぱその高いの方はですね、あの、前に家に帰ったら、あの、しっかりと入れて、めんどくさいですよ。しかもちょっとあの、変わって湿気に弱いので、ちょっとそういう湿気を吸い取ったりとか、ケアをめちゃくちゃするようになった。これ、本当に大事なことなんです。私たちは、投資をすればするほど大切に使うようになる。使わないともったいない。使う気持ちが上がります。安く買えば買うほど、まあ、使っても使わなくてもどうでもいいという気持ちが育ちます。 なので、やっぱりビジネスにおいて、集客数が、販売数が変わらないんだったら、高ければ高いほどメリットがある。利益が出る。使ってもらう。だって、使ってもらわないと、リピートもしないですよね。っていうに、だからこれ不思議なんですよ。安く売った方が使ってくれなくて、つまり捨てれる程度の額だったら後悔もしない。まあいいか、2万だからいいか。2千だからいいか。いや、4千もかけた。4万もかけたんだから、これは使わないともったいない。本当面白いですね。 どっちにしろ損してるんですよ、お金を。でも安かったら損と思わないっていうか、もうそれを考えるぐらいだったら別の方行こう。これ、すごく知っておいてください。人間の心理効果。だからあなたの商品を安く売れば売るほど、あなたの商品は誰から買っても良くなります。そしてあなたの商品は使ってくれなくなる。使ってくれなくなる、消化してくれなくなるということは、リピートしてくれなくなるっていう。こといろんなものが見えてきますよね。高く売れば売るほど、 私たちは使ってもらえて、評価してもらえて、価値を引き出してもらえる。っていうところです。えー、で、その時に、もう一つ皆さんが言ってくれてるのが、値上げすると、値上げって怖くないですか売るのって怖くないですか値段言うのって怖くないですかえー、僕が訓練積んでるから大して怖くないですが、えー、訓練積んでまいて値段言うのすごく怖いんですよね。なので、 本当にあるんです。アスクしない、オファーしないっていうことが起こるんです。値段上げると。もう言えなかった。え、なんで売らなかったんですかいや、なんかこの値段怖くて言うの嫌だったんで、売らずに終わりましたって。ほこれ本当にやったんですよ。セミナー、せっかく集客して、で、セミナーでプレゼンテーションして、で、値段も全部決めてて。え、制約率どうでしたかって言ったら、いや、ゼロでした。え、本当ですかそんなはずないんですけどね。いや、あの、オファーしなかったんでゼロでした。 まあゼロですよねっていう、そのオファーしなければゼロ。でも本当にこれあるんです。値段上がってしまうとオファーすること自体が怖くなるっていうことがあるので、まあ、皆さんそれを危惧していた。ですがまあ結果としてはね、えー、そんなことなくプレゼントしてもまあ平均7割ぐらい前後でね、ええ、いって、しかもまあポイントはやっぱり到達率が3割まで、30%まで回復するっていうところで、もう売り上げも、売り上げっていうかまあ倍ぐらいですね、施術回数倍ぐらいになって、売り上げもまあ50万円っていうのがまあ100万円っていうところで、できました。 というところで三芳さんちょっとまとめてくれてるんですがあの今回行った策は治療の価格を値段を上げてそれを回数券としてまとめ売りするという単純なものであった。で単純だから効果が出ないということではなくむしろ単純で分かりやすいから成果が出やすいこれすごく重要です。私たち特にこうやってね今勉強してくれるあなたのような真面目で熱心な方っていうのは何か新しい成果が出るやり方次次次って探しちゃうんですけど実は。 成果が出るものは根本はいつも一緒です基本をしっかりと繰り返している人たちが結局勝ってます私たちもいつも同じところを見ます同じ数字を改善しますっていうふうにあのやればやろうと複雑にいろんなことをやり方があなたをどうこうしてくれるわけじゃなくてやっぱり常に基本は同じなんですよね高く打って使い続けてもらうリピートしてもらう え、もうずっと一緒です。だから、客数×客単価×リピート回数。この大原則は変わんないんですね。この大原則が変わんない中でいろんなマーケティング施策があるということをぜひ忘れないでください。だから結局はシンプルなんです。あなたに、あなたがその方に価値をね、届けられる価格で売ること。 あなたが本当に、だから安いせいで価値届けられないんだってそれは値段が間違っている。あなたが本当にその方に価値を届けられる価格で設定すること。そして、お客さんがその商品サービス本当に使い続けたいと思う。価値を感じてくれる価格で売ること。だからもしあなたがこの金額で価値、例えば今回、えっと、3000円でも十分利益が出ます十分私は商売になりますっていう金額だったとしても、お客さんが3000円で価値を感じないんだったら、4000円で売る方がお客さんのためになるんですよ。 だって3,000円で買ったらあなたの本当にサービスを使わずに終わってしまうからでも4,000円で売ったら使ってくれるかもしれないっていうふうにもう一回繰り返しですがまずは第一はあなたが十分な利益がいただける金額で売るっていうことが第一そしてでも二つ目にそれがそれがお客さんにとって価値を感じてくれる価格でなかったらお客さんが価値を感じてお客さんが大切に使いたいと思うような価格で設定するっていうこと、えー、それが重要です値段はそれ。 えー、そしてまあただそれによって集客数が減るんだったらまた集客数×客単価×リピート率ですから特にこの値段によってやっぱり客数とリピート、えー、頻度っていうのは変わりますよねこの辺はもちろん全体として見ないといけないんだけれどもまあ値段っていうのはやっぱり最低限まずあなたが十分利益を出るという価格そしてお客さんも価値を感じる価格にすることで結局はリピートにもつながっていくっていうことでこう何て言うのかなこう値段をただただ値段として見ない価格として見ない安い方が売れるとして見ない 大切なのは、いろんな大切なことを言いました。まずビジネスはあなたが利益を出さないと意味がない。えー、というところお。そしてお客さんが使ってくれない限りリピートはしないということ。じゃあお客さんが使いたい、大切にしたい、使い続けたいと思う金額、通い続けたいと思う金額はいくらなのかっていうところですね、えー。ちなみに僕はもうなんかその、 結果どうなったかっていうと、それをケアするのが嫌で使わなくなったっていう、その別ルートの使わないが発生したんですけれども、えまあとは言っても大切な時は使うっていうところで、やっぱりその私たちのその、なんていうか、シンプルに、なんていうかな、え、値段が安ければいいとかっていう、その単純に、一方的に考えるっていう癖をやめた方がいいですね。 え、値段によってお客さんがどんな反応をするのかっていうことをぜひ考えてください。今回はもう、もう本当にそれが分かりやすい事例というかですね。分かりやすく。で、これもう一つ副次的な、完全に副次的な事例があるんですけど、高い値段を設定すると売り手がも真剣になるっていうのがあるんですよ。なんか今まで2000円だったら、なんかまあまあこれぐらいでいいかなと思ったけど、もう4000円いただいてるんだから、もっと自分の技術を上げないといけないとか。っていうふうに値段が高ければ高いほどですね、まあセルフモチベーションが上がるっていうかね、セルフイメージが上がるっていうか。 えなので、例えば、えっと、そういう従業員さんを雇うところでもうちはこの金額でやってるんだから、お前ら自分を磨けよって言ってもやってくれる。けど安い金額で言ってて、お前ら自分を磨けよって、いやでもこの金額ですやんってなったらやっぱモチベーションも上がらないかもしれないっていうことで、やっぱりビジネスにとって値段を上げるっていうことはかなり強い強い影響力がありますので、やっぱりあなたのサービスでもビジネスでもその可能性を検討してみてください。